ハロー YouTube ビーストリップチャンネル DJ ヤマです。今宵も始まりましたレディオザビーストリップ。ただいまビーストリップはニューウェアスタイル全国ツアーの真っ最中。そんな中スタジオに来てくれたのはギターのユー&ウミー Coming here レディオザビーストリップ。はい、30何回目、5、6回目、34、5、6のどれかです。はいはい、事故がもう起きた。今日は昨日あれですよね、ツアーの初日が、そう、はい、終わりまして、はい、今神戸に来てますね。はい、昨日のライブどうでした？普通の感想として、もう単純にやっとツアーが始まったなっていうのが何より、うん、まあまあ初日だからお互いにこう探る部分、探るっていうか、ね、様子見る部分もあったりして、うん、ちょっとおとなしかったりするのもあるのかなっていうのも、ね、あったりしたんで、結構バンバン声を出してくれたりすると嬉しいな、嬉しいですね。声を聞きたいですみんなの、うん、はい、感じですかね、ライブに関しては。そうですね、うん、残りのライブもね、いいライブをやっていきたいので、迷っている人とかいたらぜひぜひ来てください、うん、当然ね、もっと練っていくので、うん、改善点があれば当然改善していきますし、そうそう、お待ちしております、はいはい、あと赤坂のチケットのことを散々言ってるんですけども、はい、本当にプレイガイドでしたっけ、はい、どこだっけ、なんかその辺とかでやっともう本当にごく極小極小のはずなんですけど、なっているっていうか、したらっていうのをスタッフに伝えまして。ああ、そうなんだ。はい、もう実際の枚数聞いてるんで、あ、そう、それでまあじゃあその表示にしますってことで、うん、あと本当に十何枚かな、プレイガイドは。じゃあもう本当に迷ってる人は買ってください。そうですね、東京の人に関しては店員イベントの時にも、ああそう、うん、ちょっと持っていけるとは思うんで、ああそうなんだ。じゃあその時に、はい、あったらいいけどね。そうだね、そんな枚数ないから、それも、うん、こんな感じです。はい、じゃあ前回からのお題に行きます。はい、ヒューさん、ウミさん、こんにちは。はい、ハロウィンのお題が出てたので、ぜひお二人にしてほしいコスプレがあってメールしてみました。はい、してほしいコスプレは狼男です。ガチの被り物とかじゃなくて、ギター弾けるように耳と尻尾ぐらいがベストかなと思ったんですけど、それに包帯を巻いたりボロッとした衣装を合わせてハロウィンビックスするのはどうでしょうか。この格好でぜひライオンハートをやってほしいです。ライオンじゃないけど笑い。狼男ってどういうこと？耳が生えてるだけってこと？この感じだとそうだね。いまいち想像がついてないんだけど俺。狼男ってだから月を見ると狼になっちゃうやつでしょ。大概顔は狼じゃん。だからもうあれだよね、マン・ウィザ・ミッションってことですよ、ね、になるよね、多分ね。ギターが弾ける程度って言われたらマン・ウィザ・ミッションになるってことだよね。マン・ウィザになって包帯してくださいって感じなんじゃない。あー、うん、でもあ、被り物がどうのこうのって言ってたら顔見えねえからか。まあでもそのハロウィンのお題に対してはちゃんと答えてくれてるね。そうだね、最近で言うとさ、もうただのコスプレみたいなのが出てるもんね。そういうのがあるからね。いやでも狼男はどうなんですかね。てかマウイズのあれはマスク売ってないのかね。なんならうちの初代スタイリストは一回あれ作ったことあるらしい。あ、そうなんだ。手作りなんだ。初号機はうちのスタイリストが作ったらしいです。いいなびっくりするよね。あれ大変そう。はい、じゃあ次行きます。はい、おはようございます。はい、おはようございます。ハロウィンの仮装、ユウさんにはドナルドの着ぐるみ、ウミさんはジャック・スパロウが自分の中でなんだかしっくりきました。ツアー楽しみです。ドナルドの着ぐるみただの着ぐるみじゃん。仮装って書いてあるし、もうディズニーランドにいるやつになるよね、うん、まあジャック・スパロウはまあまあまあね、一瞬でできちゃいそうだけど、ね、海とか、まあ、俺よりどっちかってルイだけどね。ああ、もうやってたもんね。やってたもんね。じゃあ却下です。却下。あ、こんにちは。はい、僕が海さんとゆうさんにしてほしいハロウィン仮装はリビングデッドです、
簡単に言うとゾンビの仮装です。血のメイクなどで恐ろしさもありながらも痛々しすぎないゾンビが見てみたいです。僕のイメージはジャックの時の海さんのアーティスト写真をもっとゾンビっぽくした感じです。お口元のメイクやカラーコンタクトが怖かったのでて、あれ片目隠れてるしね。あーそうだっけ、眼帯みたいなのが。あー、うん、ゾンビだって。ゾンビが前さ一回だけうちやったじゃん。あったね、なんかのイベントで。リトハのイベントかな。リトハすか、ゼップでやったやつだよね。ホーストじゃない、まあそこら辺でやった。ハロウィン10月31日。うん、あそれだけ。いや別なのかなと思ったけど、ああ、スギちゃん、そうだ、あいつハロウィン昨日の引きずってるって言われて。なんだっけ、あの時ゾンビみたいなやったよね。あ、やったやった。メイクがちょうど特殊メイクっていうんだっけ、うん、あのできる子だったんでね、うん、ちょっとお願いしてやりましたね。インスタに俺のは乗っかってるわ。おお、なんかメカみたいになってるやつ。ああそうだね、そうだね、調子に乗って広げてもらっちゃう。次、はい、海さん、ゆうさん、こんにちは、はい、毎週ラジザ聞いていっぱい笑ってます、はい、お二人にしてほしいハロウィンの仮装はお二人が好きなキャラクターです。アニメでもゲームでも今好きでハマっているキャラクターの仮装を見てみたいです。2番、お二人が好きなキャラクターは何ですか。ちなみに私はずっと FF のライトニングです。なんちゃらかんちゃらかんちゃら。なんだ、海がさ、うん、アニメでとかゲームで今好きでハマってるキャラクターって何なんだ。今好きなキャラクターか、パッて出てこねえな。最近なんか見てるかな。ゲームは、ゲームも最近サッカーゲームやってるんで。へえー、スイレ、いや FIFA、 あ FIFA ね、 FIFA やってるんで。そうすごいっす、なんか愚痴聞こえてくるの。サッカー戦、サッカーゲームでやってる中で、ね、好きなキャラって言ったらエリクセンっていう選手が。どこの選手。レアル。あ、でもクラブチームなんだ。あの遺跡とかがあるから中で。あー実はどこの選手なのかはまじ知らない、はいはい、そういうことか。わかんねえな、クラブチームは最近、うん、君よ、アニメとゲームとかで今今好きなキャラとか今ね、やってみたいキャラ。サトシの作画が変わったっていうところが気になるぐらい、ね、ニュースなんだね、うん、あの優勝したからその賞金で整形したってニュースに出てたよ。ネットニュースかなんかに。くだらない、まだ子供なのに。好きなキャラクターね、なんだろうね。いや俺もライトニングはずっと好きだったけど、うん、もう過去の人だからな。結構まだもなる、13、そう最近、うん、もう次16ですよ。やりたいので言ったら俺はあのライダーマン。ライダーマンってなんだっけ。仮面ライダー V3 の相棒ですね。あ、そんなのいるんだ。昔の平成で映画で出てきた時はガクトさんがライダーマンのやってた役を、へえ、やってましたね。いや仮面ライダーはもうこの年になったらもう諦めるしかないだろうな。なるにはまだいける、まだいけるかな。響きとかさ結構年齢差高かったから。ああ、いやでももう今どっかあのなんていうの、そっち系の事務所に入んないとダメだよね。でしょうね、うん、はい、今から入れるか、入れないな。それ入れるのかな。じゃあ最後の質問、はい、ビストリップの皆様こんにちは、はい、私はこの1ヶ月ぐらいでビストリップにハマ、ビストリップが言えねえ、ビストリップにハマった新規ファンです。現在 CD や DVD を集めているところなのですが、CD にもいろいろなバージョンがあったりして何から買おうか迷っています。そこで質問なのですが、メンバーの皆様から新しいファンに向けてビストリップの CD、DVD の中でもまずこれを聞いてほしい、これを見てほしいなどおすすめを教えていただきたいです。よろしくお願いします。バージョンは基本的にはまずリッパー、まあまあそうだよね、うん、曲が多く入ってるの、ね、ハマってくれているんだったらもう曲に行ってくれた方がいいもんね、うん、今さら俺らのそのふざけた人柄を見てもね、特に過去のふざけた人柄とか見られるとちょっと恥ずかしいところもありますし、うん、これからのでいいもんね。で映像に関しては俺はあれかな、あのレイアウトの代々木の、あれは良さそうだね、うん、ちょっと覚えてないけど、覚えてないかい、どういう、まあ、結構前だもんね、うん、まあいろんな CD とね、あの映像作品、とりあえず今おすすめしたものを見てもらって、うん、
なんか気になるのとか YouTube でも何でもいいから見て、これ良さそうだなって思ったらね、俺アルバムから聴いてほしいかなと、うん、俺たちはもうどれもいいと思って、うん、もちろんリリースしているものなので、はい、ね、どれでもおすすめできるので、ぜひいろいろ聴いてみてください。お願いします。じゃあ来週のお題を決めないといけないですね。来週誰にするかも決めなきゃいけないよね。じゃあ来週はまたメンバー 2,3 人誰か選抜で行きましょうかね。そうですね、まあ、せっかく揃うんだったらね、何人かいた方がいいもんね。2人誰か2人、はい、じゃあ来週のお題はどうしようかね。だろうな。はい、思いつきました、はい、どうぞ。ビストリップの今までの音源の中で映像化されていないけど映像化作品してほしいものを皆さん教えてください。次のお題はそれに決まりました、はい、ってことで、まあ、次誰だかちょっとまだ決まってませんが、はい、次の2人にお願いします。はい、それではまたね、はい、バイバイ。